さて、これはあのうちのアカウント、インスタグラムのねアカウントですけど、もうすでに警察にはね、行ってたんで、でそのまだスマホがね直ってないんで、パクの執拗な攻撃によってね、これとかも57の、あ、これ見てはんのか、こっちやの4、まあ、大体このぐらいからね、あのパクが絡んできた、ね、でスマホがオーバーヒートしてちょっと動かなくなってね、大体どんなこと書いてるか、これがいつか始まる、まあ、これ大体この日ぐらいから始まってるから、7月9日、今8月28日やね、だからもう、2ヶ月ぐらい、毎日、まあ全ての投稿に対して、解禁、ね、分かるでしょ、ストーカー的解禁ってやつね、どれにもコメントしてきてる、そういう、なんていうかね、その征服欲って言いますかね、その自己顕示欲言いますかね、他人のところね、なんかを書いて、そしてそれが自分の主張につながると考えてる、他人にコメントすることが主張になると考えてる人ね、つまりリアクションがアイデンティティの人とも言えますけどね、どんなこと書いてはんのかなって気になるでしょ、いきなりこんな書いてるね、気違い、勝手な想像するでない、お前は社会に害することしか頭にないのか、アホって、いきなり書いてる、何がじゃなくていきなりこの批判、非難、反論がいきなり来てる、何に対していきなりこれから入る人やねん、じゃあいつも誰に対しても自分に対してもこれを考えてる人ってことなんですよね、わかります、この単、このセリフ、このワードをね、言う相手を探して生きてる人っていうことなんですよ、実は、まあ、大体このぐらいから始まったんですけどね、でまあ、うちもその反撃しますよ、もちろん口喧嘩上手だからね、あ、動かないや、まあ、皆さんあのうちみたいに口喧嘩達者じゃないのでね、とてもそのマネなんかね、できないし、マネしたら危険だと思いますけど、ね、何も想像してないんで、服着てるだけやからとか、ちょっと自分が見にくくなってるけどね、まあどうでもいい反応、とぼけた反応するのね、うちの得意技やから、すると向こうはとぼけるなみたいな感じでこれ書いてるでしょ、だからアホだと言ってるではないか、アホこれ思いっきりネット誹謗中傷、もうね、6週間前とか言ってね、2ヶ月ぐらい前からもう毎日うちの全ての投稿、うち毎日たくさん投稿しますけど、全部に反応する暇人で、その内容はこういう嫌味だらけで、ほな想像してるのはこの人の方やんか、これがどうなんかしましたかって、これ見て何怒ってるんですかってでしょ、謎すぎるでしょ、いきなり、まあこんな男性多いけどね、東アジアにはね、なんか東アジア以外の人たちはなんやなんやなんやこの類型はと思うんでしょうねこんな男おるんかって、変な国やなと思うでしょうね、男ちゃうやんって思いはる国が多いからね、絶対これもなんかコメントしたのかな、パクはこんなんで男は女守れんのかって、他の文化の人たちびっくりするやろね、ありえへんって言うと思うんだよ、絶対逆やろって思う、そうそう、女が男にこういうね非難かますのはね、よくあるんやけど、東アジアだけ逆さまの国かってびっくりするやろ、いきなりこんな感じでしょ、お前はオカマだったのか、日本のロボットとは違うね、一応こういう男性的なロボットが好き、てめえはオカマだったのか、どう見でしょうね、あ、画像が出ないな、まあ画像はどんなんかと言いますとですね、だからこれですけどね、男性的なロボットでしょ、なんか何を言ってはんのかなと思って、変な人ねと思ったの、これはどなたか別の方の投稿ですけどね、あら、ちょっと AI が嫌がっちゃったみたいな、こういうことすると AI すっごく嫌がるからね、なんて言ってる、まあこの方でいいとして、あ、これは違うわ、あ、これはうちのギャグですね、白人って白いパンティー進行やってんなってだから白いくせに白を履きたがるっていう、これは白人じゃないけどねで、このギャグうちの得意技なんですかね、外交パロディーってさ、白人がね、その差別されてなきゃ、差別されてるんやったらそうは言いませんよ、白人が散々他の民族人種を差別してたから、こういうギャグが通用するわけですよ、なんか言おうと、もうフリーズしたみたいですね、コンピューターがすごく、コンピューターしか
AI すごく嫌がってましたね。まあもう延々とね、でしょ、全部の投稿についてやっと来とんで、気持ち悪いでしょ。2週間の間うちはたくさんたくさん投稿するのね。1日100件ぐらい投稿することになるけどね、てめえのような女装の変態のクソジジイの店に誰が来るのかと不思議なもん。誰も来ずに、だから誰も来ずに観光客が泣いてたりして、なんか営業のことになんか意見があるんでしょうね。これね、まあ業務妨害というか、その威力営業妨害ってやつですね。いわゆるね、皆さんもそんな聞いたことあるでしょう。そういう犯罪があるんですよ。で、あ、これ全部出さんとかね、返信意見を表示する。で、遊んでるだけですよって。遊んでるだけやもん、これ。しかも自分の部屋やしお店じゃないの、これはね。お店やと思ったよね。だって後ろこんなんのお店ですか、これまあこんな店もあるけど、これね、普通の、ね、自分の部屋に置いてるそのタンスじゃないですかね、本当に。しかも安物がね、トラシックのタンスなんか、お客様お入れする部屋に置くわけないやんか。ただね、裁縫道具入れてますよ。あ、そうそう、裁縫関係の店やったらこんなんいっぱい使いますね。それはもちろんね、それはもちろんなんですけどね、裁縫道具入れてますよ。あと工具とかね、あと革細工の道具とかね、あとは全然使ってないけどね、なんかの時使おうかなと思って。あとは靴の修理とかしたいからね。あとこれはマフラーやけど、なんか転用しようかなと、マフラーとしては来ちゃったなと思って。で、まあそういう縫製っていうの、要するに縫い物、編み物の要線から。編み物下手やねんち。もうめっちゃめちゃ難しいな、編み物うちにとって。そう、毛であるっていうのがもうまずイライラうちやっぱりその遊牧民と子孫じゃない証拠かな。まあそれはいいとして、遊んでるだけですよと書いたら、で、まあ、回転してほしいんかいなって。回転してみろ、俺がお祝いに行ってやろうかね。これまあ興味ある、スペ根性なんですよね。で、楽しみなお土産持って行ってやろうかなってね。これも卑猥な意味があると思います、多分ね。で、それおっさん女装してきてくれるんやと、うちがナイスな切り返しじゃあ CE だから高さんと打った。おいらの方が女装うめえんだねみたいな感じでしょって言ったし、こういう返し方したら弱い人なんですよ、この人はね。自分の方に、だから自分が相手に非難してる内容で非難し返してみたら、全く無言になる人で、大体わかるよね。それとこれ、まあ、メイド喫茶でよくある格好なんですけどね。この人がね、特にイラだったのはこの投稿ね。これね、何て書いてあるかって言ったら、客を寝踏み、いかにもメイドの目つきみたいなテーマの画像でございます。あ、出てきへんね、もう AI も嫌なのが出てきたね。おるでしょ、こんなメイドの感じでじゃあガッツンと絡んできて、気持ち悪いを通り過ぎてどつきまくってやろうかという気持ちの方が強くなりますね。入ってパクトラから言ってきた、これやばいでしょ。いくらネットでもこんなん言うたらね、これはだから犯罪をお前にするぞ、要するに暴行を加えるぞお前にっていう意味だからね。これ簡単にネット誹謗中傷防止法成立前ですけど、駆け込み需要みたいな、このさいっぱい書きよったけどね。そやけどこれはね、そういう特別法、ネット誹謗中傷防止法という特別法が成立する前に、すでにこれはね法律違反なんです。こういうセリフはね、脅迫になります。脅迫文言ですよ、これね。わかるでしょ。で、うちは、あ、脅迫や聞いたーと。まあこの相手を寝踏みするメイドの目つきが本当に嫌だったでしょ、上流階級とかです。だって上流階級以外は面白がるに決まってるやんか。お坊ちゃまじいさんと分かって、多分ね、じいさんやろなと思って。この文化は古いからね、こういう人の。まあ今まで既に分かるでしょ、この後も延々これやから。で、その何て書いてある、その「はい」の後ろでまっこりやってまんねんやろ、完成そうです謎の言語で返事韓国人って、だって、え、国って全然
韓国人の何て言うの、しつこくってかな、ま、マッコリとお酒があるでしょ、知らんかな、エルセルトール入ってるお酒ね。で、美味しいよ、マッコリは。エルセルトールの味がして、で、てめえのお酒がマンネリ化して今日絡んできたばっかりやマンネリ化して腐った排水溝のどうのこうのってことは、ずーっとうちの身とってやっとこの週、この辺りね、まあ、この週から7月2日からこれ、ここが最初かな、まあ、これは遡ってこっちにも書いてきよって、これでも我慢できず、これがリアクションの 最初かな、もう我慢ならんかったよね、この目つきがでもそれまでもずっと苦々しく見とったんか、でもおかしいでしょ、だってそのどれかな、その土産持って行ってやろうかなんか楽しみだとか言ってな、そのだから結構その楽しんどったんでしょ、ところが接近してみたらうちが怖かった、ほんで狼狽したんでしょあるあるでしょ、そういうことあんねん。で、まあ、そもそも別の人っていうか、まあ、自衛隊のね投稿でまずうちが書いたんですよ。それはあ、それうちも応募しようかなって、それは本当に思ってるんですよ。でうちがまあ自衛隊入ったらね、もうあ州は自衛隊皇帝であるっていうのに、諸外国のね、要人とかその宗教的な意味でも、その上流階級の方々ね思い張りますからね、うちがやったらの、ついでうちがやったらね、だから結局そういう効果もあるかなと思って、で日本のね若者たちもなんだ自衛隊かっこいいんだっていうかね、何を抜いたうちのことその宗教的な目的で見てやらないけどね、だけどまあ何らかの効果が出るでしょ、キリスト教徒にはまあ特別な効果出ますよ、それはうちがね自衛隊に入ったらね。でまあまあそれは宗教的な意味ですからね、何でも。じゃあこういうことです。女装変態。なんて書いてある？クソジーは玄関払いだ。アホドアホ。で、こんなん書いてあるわけですよ。自衛隊を怪我してでしょ。こういうこと書いてある。むしろね、パクさんね。まずいんじゃないか。まあ、韓国人が許そうかと思ったら、この人ね、在日でもなんか、やたらね、軍国主義やし、その、むしろ韓国のこと、文化嫌いみたい。まあ、それはあるよ。在日ではね。で、結局だから大和民族べったりの時代、もちろんうちのいつも言ってるようにパクとかリーは大和民族ですよ、ヤンバンやから。でその議題の時はこの人は逃げるわけね、全然コメントしないわけ。まあまあ12分ぐらい経ったんで疲れたね。じゃあまた後でしようかなと思うんですけど、あそっか自衛隊じゃダメなのかと、怒ってある自衛隊じゃダメって、じゃあ仕方がないな、日本軍にしようってこういう切り返しの皆さんもね、熟達してくださいね。それなら割と準備できるかなって。もともと出征するつもりだったから。災害は二次的なものだってことで、まあ、書いたんです。まあ、これからちょっと休憩しましょうか。